スタンダップミュージックライブ2番手はおはよう朝日ですのテーマ曲でもおなじみゆりか。爽やかでパワフルな歌声を今回はバンドスタイルで聞かせてくれました。できたことがほんまに嬉しかったし、なんかお客さんとすごい一体感のあるライブがなんか自分的にはできた気持ちができてすごい楽しかったです。今後の予定とか目標とかこんなことやりたいってありますか？一応予定では3月1日に心斎橋ビッグキャットっていうところでワンマンライブが決まってて、ゆりか巨大化計画おはようまぶしい未来ですっていうタイトルになってる。巨大化ってもう大きたくみたいに大きくなりませんよね。巨大化もするようになんか自分のなんかアーティストが大きたくみたいに大きくなってたらいいなっていう思いを込めてちょっとタイトル変えさせていただいたんですけど。わー頑張ってください。